サクッとわかる銘柄徹底解説米国株編。今回はティッカーコード CCL カーニバルを紹介します。この会社は世界中で90隻超のクルーズ船を就航している会社です。乗船客数の世界シェアはクルーズ市場全体のほぼ半数を占めています。コロナ禍では運航停止を余儀なくされましたが、2021年夏には運航再開。運航停止期間中に小型で効率の悪い船舶のリストラを実施しています。売上高は一時減少も足元は増加しています。株価は直近10年で一時下落も足元は上昇しています。直近3年の株価推移はご覧の通りです。アナリスト予想株価は強気の 22.49 ドルと評価されています。銘柄に関する詳しい情報が見たい方は松井証券米国株サイト銘柄検索へ